ってた。何年前ですか、もうもらったの。今回はですね、はい、聴講メンバー揃いました。今日はフーミンの、私フーミンの持ち込み企画なんですけど、脇の字を隠してくださいね。2回言わなくていいです。皆さん、まあ、ドラッグ常日頃、はい、リギングするにあたってもこちょ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 やってると思うんですけど、うん、そんだけやってれば、はい、自分が今設定したドラッグが、うん、まあ、何グラムでリリースされる状態なのか分かってやってると。分かってやってるんですか。やってる。分かってなくても、はい、まあ、散々いじってるんだから、まあまあまあ、分かるでしょ、はいはいはい、どのぐらいなのかっていうね、こんぐらいかなって、うんうんうん、でイカじゃもう見切れしちゃうから、はい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 、しちゃうと、はいはいはい、題してドラグ力300g ぴったり選手権。簡単に趣旨を説明させていただくと、うん、はい、まあ大体自分が 300g ぐらいだなって思うドラグ力にまず設定してもらいます。そ、はい、したら糸の先にちょっと夜間をですね、うん、置いておくんで、そこに徐々にこう水を入れてって、ドラッグがカチッて1回でも鳴ったところを設定ドラッグと仮定して、はい、でその重さを測って、うん、まあ、300からどんだけ離れてるか、うんうん、まあ、一番近い人が優勝です、うん、っていうルールで、はい、優勝は何があるんですか。優勝者にはエギオ。これですね、なんでこれ選んだかっていうと、はい、マー君実はサポッティング以外の時にほぼこれなんですよ、ね、そう、これマジめちゃくちゃ強いですよ。敗者には当然罰ゲームも。ねえあるのそっちも。聞いてたから罰ゲームあるって。罰ゲームはこちら、毛根脱毛。こちらになります。毛根脱毛しなくていいの、はい、俺。いやちょっと待って、これ順番大事。順番大事、マジ大事、マジ大事。じゃんけんする。じゃんけんでしょうね、じゃんけんで。最初はグじゃんけんぽい。え、ちょっと待って、なんで、なんで、いや俺もすると。え、うまいやん。これさせようとして自分しないってないでしょ。そんな罰ゲームはもうリルレイが勝手に持ってきたやつか。俺プレゼンツちゃうわ。これやる言うて。お前言うと。最初はグじゃんけんぽい。うわー、やばい。やばい、これやばい。最初はグじゃんけんぽい。いや、男はグーだよ。マジずるい、なんか発想だったもん。最初はじゃんけんぽい。勝ちから始まるでしょ。勝ちからやる。いや、わかんない。皆さんどうですか。マー君が一番引いたってことで、マー君からスタートですよね。どうですか、どちらがいいですか。ずるいよね。あー、やっぱりそう、マー君。なんか一番になった瞬間、怖いかった。みんなが悪魔にしちゃった。プーチンの匂いする。まずですね、うん、まあ、今ドラグゆるゆるの状態にしてますので、はいはい、ご自身でドラグ合わせてもらって、まあ、そこで300。そう、この時点で、まあ、自分でこう絞ってもらって300だなって思ったら、うん、はい、できましたと言ってもらいますと、うん、で、まあこの状態にしてもらって、まあお水をここの中に出てきますので、うん、ドラグが1回でもカチッってなったら、うん、そこが自分の測ったところよってことで、はい、で、これを計量器で測って重さを確認しますので、はい、え、これどうすると、これをこいつも測りますよ、測りで。あ、もうこれごと測るってこと。これごと測るからちゃんとした重りを。こいつ最初フリフリ。めっちゃフリ。全然わからんぞ、マジで。できた、できました。おお。もう全く自信ないわ。ゆっくり回ってるのがそうらしいです。なんかプルプルしてますね。すいませんね、なんか。これでグラム測り、これもう0です。本当やろ、0です。はい、それではいきますよ。はい、はい、おお、どうなの、どうなの。マー君からのスタート、これはえぐい。 325g。 あざーす。いやー、俺すごい、やったはい、ここで1個提案があります。はい、こっから先ってみんな見てるじゃないですか。はい、タイム制限を、あ、時間つけてもいいんじゃないかなって。確かに。俺から、いい。タイムは20秒でいきます。レディーゴー。いや、これゆるゆるマン、うん、いや、何秒とか言わんばろ。いや、言わんばろ、まだ言わんばろ。時間あります。はい、10秒経ちました。5秒前からカウントします。5秒前、5、4、3、2、1、終了。やばい、緩いわこれ、緩いわこれ。水入れていきます。はい、
今言いました。いいんじゃない、いいんじゃない、いいゼロです。はい、お願いお願い、あーいいんじゃない、お願いします。はい、何の、じゃじゃじゃん、 420g です。しゃーないしゃーない、20秒、みんなつい、うん、はい、もちろん番です。はい、レディーゴー。さあ興奮してきました。あ、出すよ。10秒です。短いもん。早い、5秒前、5、4、3、2、1、終了。終了になりました。じゃあ行きますよ。はい、ギュッてした。285g、 15g ですね。 15g、 嬉しい。それでは次しょうちゃんの番です、はい、20秒いきます。いきます、はい、レイディーファイ。10秒経過。早い。320g。 じゃあ行きます。お願いします。はい、よい、スタート。てってけて全然よ。お、10秒。あ、そうじゃん。てってけてって。はい、5秒前。はい、5、4、3、2、1、終了。いきます。はい、いきます。はい、はい、あかん、あかん、どうかな、あかん、どうかな、どうかな。はい、じゃあゼロから、はい、ゼロですね。はい、お願いします。いきます。はい、鼻毛してください。385g。 おー、セーフ。よかった。はい、お見事です。いや、本当はね、ちょっとやるつもりじゃなかったんですけどね、自分はね。ダントツですもんね。毛根脱毛のワックスになります、こちら。ちょっとまだ温かい感じですね。はい、これをこの先っぽにつけて、で鼻に入れると。それを先生が今から。じゃあね、テンション低くない？自分でね、持ち込んだね、企画ではございますけども。死んだ魚の目しますからね。いや、絶対マーク屋さんも務まりに、みんなもマークが良かったでしょ。いや、そんなことないでしょ。そんなことないですよ。たっぷりたっぷり。わあ、すー、何色って言うんだろう、これ。体に悪い色ではあります。じゃあ、早速。はい。行ってください。うわあ、色がすごいもん。ミルキーウェイ。うぃっ、行って行って。ぐるぐるしてくるんです。あ、じゃあもう片っぽ。もう固まりつつあるこいつら。これさ、口ひげいか。口ひげいったらやばい。大丈夫大丈夫大丈夫。それなんでチュッパチャピス入れてるの。力承知よ。いや、俺すると思ってないや。俺が商品、まあ出しとったに俺も参加する。自分で優勝したら自分でもらう。そういうことだろ。リルレもすごいっすよ。もうなんか今のこの感じ、カメラ見たらもうガーシーチャンネル。裏が放送しちゃいますよね。何で証拠も出しますから。裏も取ってからじゃないと出さない。あ、もうデッキが剥がれるんですから。マークスのやつも出しますよ。マークスのやつもあります。ちょっと鼻声がうぜ。もうちょっと人思いにね、お願いしますよ。カウントダウンをじゃあ。そうですね、はい、5、4、3、2、1、福井。1、
ふくぃおいおい両方よわすごいっすねすごいちょっと口髭いっとらないから口髭いっとらないからこれ口髭口髭あるね鼻水出てる鼻水が出てる逆もちょっとなんかね、ついてんのよ、鼻の中にで、なんか残ってる、それ残ってるいきますよ、はい、3、2、いったー3、2、いったーいったー先輩だけどめっちゃ蹴りたくなったわ、今めっちゃ蹴りたくなった、実は蹴りたくなった、めっちゃ3でしょー皆さん見ました抜いた後、震え上がってました準備があるから、心の自分で持ってきた企画で鼻毛まで抜かれて鼻見せてもらっていいですか一回めちゃめちゃどこでしょまあまあ抜いた後にまあまあ残っとるなはいお疲れ様ですイエーイはいということで聞きドラグ選手権ということで、はい、まあ1位は、はい、もう中世誤差15g いやすごい15g すごいねすごいですってことで1位の方はキラキラちゃんですよねはい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 、はい、自分が準備したキラキラちゃんおめでとうございますすっごい似合うすっごい似合うまあねもらいました最下位は企画を持ち込んだ文雄先生ということではい、はい、持ち込み企画でこんなことになってしまい申し訳ございませんでした次回はね必ずすっごい似合ってる必ず4人の鼻毛を抜かさせます徹底的にやりますから徹底的にふみおざまみろと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いしますお願いしますベルマークもお願いしますそれではご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございましたティッシュティッシュ